軍医安所従業不当募集に関する件。軍医安所従業不当募集に関する件とは1938年3月4日付陸軍省、兵務局兵務課期案、梅津陸軍次官大院による、北市、中市軍参謀長宛の副官通達案、陸軍省公文書。防衛庁防衛研究所増陸軍省大、日記類陸士密大日記省は13年代15陸士。 密第745号。慰安婦、慰安所に関する日本軍の公式資料の一つである。1992年1月11日朝日新聞が、この資料を、慰安所に、日本軍が関与した証拠として報道したことで広く、知られるようになり、今日でも研究者たちによって、しばしば引用され解釈されている。百九十二年当時において、日本政府は、慰安婦は、 民間業者が連れ歩いたものと答弁していた。朝日新聞はこの資料を一面トップで、慰安所の経営にあたり軍が関与、大発見資料と報道し、記事や社説では、朝鮮人女性を低身隊の名で、強制連行した、その数は8万とも20万とも言われるとし吉見義明が、軍の関与は明白であり、謝罪と保証をというコメントを寄せたが、この資料の解釈については、 反論が出ている、吉見説への批判と反論。現代文1932年に、長崎県の女性を、カフェで働くいい仕事と騙して、中国上海の日本軍慰安所に連れて行った、日本人圧戦業者が、刑法に基づき有罪とされた、大審院、最高裁判決が37年に出されていた、大審院1937年。この当時すでに、 中国大陸に駐屯する日本軍の宿営地には、慰安所が設置され、抱え主らにより経営されており、本県被告の村上富夫も、そのようなものであった。そこでは、内地や朝鮮、あるいは現地で募集された、慰安婦が存在していた。この当時の売春取締り政策として、日本では交渉制が採用されており、売春量はで制限され、売春を営む女子は、 警察署に自ら出頭し、将棋名簿に登録した上で、将棋家を成していた、将棋取締規則。銀行の常習のない女子を騙すなどして勧誘して、勧誘させる営業行為は、警報犯罪であったのある。本件は、第一次上海事変により、駐屯数が増えた日本軍に合わせ業用を拡張しようとした経営者らが、婦女十数名を騙し、中国に移送したことについて、 不助誘拐海外移送の罪を問われたものである。判決では、上海の海軍指定慰安所のためであることが明記され、就業に従事させるためであるのを偽って、女給とか、女中と騙したとされていい。1933年、少女たちを誘拐し、売春宿に売り飛ばしていた、朝鮮人誘拐団のトップが逮捕された事件、1936年には、 農村の女性を騙して満州に将棋として売却しようとしていた朝鮮人を逮捕。1938年には17歳の二人の少女に満州での就職を持ちかけて誘拐し、自分に親権があるかのように委任状を偽造して誘拐に売った朝鮮人紹介業者が逮捕され、1939年には日本女性を騙して中国へ売り飛ばそうとしていた朝鮮人が逮捕。 また同年には、1932年から、各地の農村を歩き回って、生活難であえぐ貧しい農夫たちに良い仕事があると、騙し、約150人を、満州や中国本土などに売っていた、朝鮮人が逮捕され、その朝鮮人から50名ほどを買った、刑場、ゲンソ総ルの遊郭業者を警察が呼び出すと、それを察知してその女性たちを中国に転売した、事件。 朝鮮南部連続少女誘拐事件が発生していた。以上のように、朝鮮人が女性を、還元、誘拐により、売春宿に売却しようとして、日本の警察に逮捕された例が、数多く報道されている。朝鮮総督府統計年報によると、略種、誘拐での検挙数は1935年は、朝鮮人2482人、日本人24人、 1938年は、朝鮮人1699人、日本人10人。1940年は、朝鮮人1464人、日本人16人。1942年は、朝鮮人746人、日本人1人となっている。1938年に入ると慰安所は続々と設置されるようになるが、これらは、平坦部内市は、 直轄部隊が設営内視は指定したものであり、吉見によればこれら軍公設の慰安所の経営にも参画していたとする。家中だけでも、軍慰安所は80件を超え、1100人以上の慰安婦が集められていたが、その多くが朝鮮人であった。吉見によれば慰安婦の集め方には二通りのやり方があった。第一は、派遣軍が占領地で女性を集める方法であり、 第二は、日本、朝鮮、台湾での徴収であるとし、後者については、軍が自分で選定した業者を、日本、朝鮮、台湾に送り込むやり方であったという。こうした中、軍の依頼を受けたとする業者が活動するようになったが、その際に警察に取り調べを受けるという事案が内地で発生するようになった。軍の依頼だとする業者の言い分を、和歌山県や群馬県など、 複数の地元警察が各上位機関に問い合わせている。当初警察にとっては、業者の言うところの軍の依頼によると称する慰安婦募集は、公の威信を失墜するも、人識者であり、信じ難いことであった。しかし、交渉の募集そのものに違法性はなく、一方で1937年8月31日付の外務時間通達により、厳しく制限されていた。 民間人の中国公共課制を交渉の渡航に関して緩和するよう上海日本総領事館警察署から依頼、公軍兵慰安婦助トライに月便宜供与方依頼の件が出されており、確かに陸軍の関係する募集であると確認する。至り、警察は内務省の指導のもとやがて受容し協力するようになったと、長いは1996年に 警察から発見された資料をもとに説明している。その後の1938年2月23日、内務大臣の決裁を経た、シナと交付所の取り扱いに関する件が、内務省警保局長から、各庁府県庁官宛へ通達された。その内容は、中国戦線現地での事情を鑑み、という7号の命令であった。さらに出されたのが当文書。 軍慰安所従業不当募集に関する件であり、北市、中市、下北、下中参謀庁においては、関係地方の警察や、憲兵隊と連携を密に取り、軍の維新保持上並び社会問題上を出ぬかり、異論なきよう配慮するよう通知している。1938年2月23日の内務省発刑第5号品戸港駆除の取り扱いに関する件に、 応じて作成されたこの通帳は、中央大学教授の吉見義明が発見したが、吉見は、この通帳が、北品方面軍及び中品派遣軍、参謀長を当て出されていることから、旧日本軍が、慰安婦の募集や慰安所の運営、管理に関与していた証拠であると主張した。また、軍の関与は疑う余地のない、明らかなものであるとし、兵務局が立案し、 当時の陸軍大臣杉山本が委任し、後の戦艦ミズーリでの降伏文書の署名者であった梅津参謀総長、当時次官が決裁している以上、慰安所の設置は、軍上総部が関与する組織的なのであったとしている。この通達は、派遣軍が選定した業者が、日本内地で、誘拐まがいの方法で、強制徴収をしていた事実を、陸軍省が知っていることを示しており、 日本軍に対する国民の信頼が崩れることを防ぐために物の選定をもっとしっかりするようにと指示している。軍の威信を傷つけるこれらの問題点を克服するため陸軍省が指示しているのは募集などは派遣軍が統制し人選などは周到に行うこと募集実施の際は関係地方の憲兵、警察との連携をにすることの2点である。 つまり各派遣軍はもっと周到に徴収に責任を持てと指示しているのであるという。この文書を逆に業者の犯罪行為を陸軍や内務省が取り締まっていたことの証であるとする保守論壇によるいわゆる良い関与論に対してはそういった厳罰に処するなどという記述が一切ないことを指摘している。また吉見は死なと交付助の取り扱いに関する件と同様。 軍の威信や社会問題を危惧したこの通常は、内地において、従業府を募集するにあたりと記していることから、内地、日本国内にのみ適用されたことを指摘しており、植民地である、朝鮮、台湾では適用されなかったのであると説明している。しかし、その後も、朝鮮、台湾では、誘拐、還元、人身売買等により、女性たちが集められていることから、 内地では違法行為が起こらないように統制したが、植民地ではそのような措置は取られなかったか、もしくは植民地では軍、または警察が選定した業者であれば違法行為を黙認しつつ、軍慰安婦の長母を推進させたという二つの可能性を指している。1992年1月11日、朝日新聞は第一面で、 慰安婦募集に関する日本軍の関与についての新資料が発見された。この通達を日本軍が朝鮮の少女を強制連行した証拠と報道した。この新資料とは、吉見義明が防衛庁防衛研究所図書館で陸士密大日記から発見した6点の公文資料であり、これについての吉見のコメントの見出しは、軍の関与は明白であり、謝罪と保証をなっている。 また、従軍慰安婦の解説では、約8割が、朝鮮人女性。主として、朝鮮人女性を提身体の名で、強制連行した。その人数は8万とも20万とも言われると、掲載している。この朝日の報道以前、日本政府は従軍慰安婦について、国家総動員法に基づく、徴用の対象ではなかったという見解を示していた。 主に社会党議員による十数回の追及の中で、労働省を中心に調査したが資料はなかった。労働省勤労局、国民勤労働委員所などの勤務経験者から聞き取りを行ったが、それらの役所は関与していなかったと回答していた。しかしこの資料と同時に公開されていた他の資料と合わせて、政府の関与はなかったという従来の見解を大きく変える、必要に迫られた。 こうして、同日加藤官房長官は、当時の軍の関与は否定できないと、初めて国の責任に触れ、渡辺副総理、外相もまた TBS 系の深夜番組に登場し、何らかの関与があったと認めざるを得ないと発言ている。西岡地からはこの朝日の報道について、吉見はこの時に資料を発見したわけではない。そして、元慰安婦の金額順による裁判や、宮沢喜一首相、 当時が韓国を訪問としようとしたタイミングで、朝日引きが意図的に報道したと唱えている。またこの記事を執筆した、上村隆の義理の母親である、韓国人女性領順人は、1991年12月6日から2004年11月29日に、かけて慰安婦に対する賠償を、日本政府にめたアジア太平洋戦争韓国人、犠牲者保証請求事件。 最高裁判所にて、原告の敗訴の控訴人となった韓国太平洋戦争犠牲者遺族会の会長である。軍の関与の決定的証拠であるとする吉見説に対して以下に述べるように反論が出されるとともに、吉見説と異なる解釈が提出された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。